このポイントは流針が手前にあります。その裏が石裏でゆっくりした流れですね。そして対岸からの流れが来てます。その合わさり目、そんなところがポイントになります。この場合は手前の筋のところからまずは流していきますね。ここのところでも流します。次に奥です。このたるみから徐々にこの流針に持ってきます。スーッと入れてきたら、もうちょっとこの辺で見てた魚がならないですね。ということはこの流れよりも向こうから来てる流れを見てますね。魚はあまり目印を下げてしまうと警戒心を与えてしまいます。この弱いところから静かに持ってきて、ほら来た。これはね、意外とかかりどころが悪い。あ、そうじゃない、いい魚なんだよ。ああ、いい魚だったのにな。バレた。でも狙いどころはね、間違ってなかったですね。今度は手前ではなく、あの対岸側の落ち込みを狙いましょう。ここはいいとこだったな。下からの壁がここのところで待ってれば、ふわふわさせてます。まだ餌が下がりきってません。よいしょ。ここで出される瞬間を見てるやつが食ってもいいんです。ほら来たね。今あの出る瞬間食ってましたね。すごく、こういう魚はここに出しておいて抜けばいいわけです。すごく美しいヤマメでした。今抜きをしたわけですけれども、抜きをするときには、まあ、例えば大きなポイントで早く抜いて他の魚を散らせないようにするとか、今のようにもう急流を下っていったものをどんどん追いかけても仕方ないので魚が出た瞬間に抜いてしまうとか、そういったときに抜きをやります。あまり無理する必要はないですけども、やはりポイントでいいポイントはかかったらそのまま溜めてて、魚が水面を出た瞬間、頭を出した瞬間、竿を後方に寝かしてあげればあとは竿が仕事をしてくれます。ヤマメっていうような色のいいやつですね。これがまたこれオレンジ色が走って、いい魚です。Yeah.